はい、今回はこちらのスズメバチを使用していきたいと思います。ということで今硬くなっているので今から柔らかくしていきます。はい、容器を用意します。こちらの容器に50度ほどのお湯を入れます。はい、こちらが50度のほどのお湯です。こちらのお湯に先ほどのスズメバチを入れ、そしていらないウエスを上からかぶせ、そして蓋をして5分ほど待てば、はい、5分経ったので今からねスズメバチを出していきます。はい、もう柔らかくねなってるんじゃないかなと思います。ということで今ね濡れてるのでこれをね水分を今から拭き取ります。はい、ではね水分拭き取ったので今からね関節のマッサージをしていきます。一歩一歩ね動くかどうかで確認してください。もしね硬いところがあればねお湯につけていただければ、もう一度ね柔らかくしていただければいいと思います。では今からねやっていきます。ではねマッサージが終わったので今からね独自のね標本の形を作っていきたいと思います。ではね早速ね作っていきます。はい、今ね標本の形が完成いたしました。独自のね標本の形をね作らせていただいております。皆さんもねもしね作るときはね好きな形のね標本の形にしていただければいいと思います。ということでね今からねこちらね急速にね今から乾燥させていきたいと思います。密封容器を用意します。こちらの密封容器にシリカゲルを少し入れます。乾燥剤ですね。そして先ほどのスズメバチのね標本を入れ、そして蓋をしてね5日か6日寝かせば完成になります。ということでね皆さんも一度ねやってみてください。